はい、ようこそウイスキー&シックスペンス。今回はまたウイスキーの話をしたいと思います。今日はシングルモルトウイスキーの中でもオフィシャルボトルとボトラーズブランドについて話したいと思います。こちらのボトルとか見たことありますかね。こちらがオフィシャルボトル、モエ&フェネシーが出しているアードベックのテンになります。スコットランドはアイラ島で作られるスモーキーフレーバーが特徴のアイラウイスキーですね。アイラウイスキーの中でもスモーキーフレーバーに特化したと言われている蒸留所の一本です。スモーキーフレーバーがとても好きな人であれば、水割りだろうがストレートだろうがロックだろうが、どんなシチュエーションにしても美味しく飲めると思います。ただスモーキーフレーバーが相まって初心者の方には個性が強すぎて、おすすめしてない時は多いですけどね。でも、こちらの方のボトルもアードベックになります。こんなにデザインが違うのに、同じ蒸留所から出てるというわけではないんですが、アードベックなんですよ。これが、オフィシャルボトル。で、こちらが、ボトラーズブランドになります。今日のテーマは、この2つの違いですね。オフィシャルボトルは、蒸留所もしくはオーナー企業の方が直接瓶詰めして販売されるものがあります。今回の場合はアードベック蒸留所、ここからそのまま直接販売された公式のボトルとしてオフィシャルボトルになります。対してこちらの方はボトラーズブランドになりますが、ボトラーズブランドは個人の方や蒸留所に関係のない企業の方とかがウイスキーを樽ごと購入して独自に瓶詰めして販売することを言います。こちら今回はハンターレイン社というところから出されているアードベックの21年なんですね。両方ともアードベックというところは違いはないですけど、この2つにはとても大きな違いがあります。もともとボトラーズブランドというものは歴史が長くても100年以上前からある歴史ですね。こちらの方はまだスコットランドのお酒が地酒だと呼ばれた時代の時に、ブレンド業者とか食料品店などに樽を買っていただいて、独自に瓶詰めしたりとか量り売り、もしくはブレンドしてボトリング、そういったことをして販売したことが始まりになります。どういうところが違うかというと、だいぶ違うので何とも言えないですけど、大きく分けて4つの違いがあると思います。一つは特定の熟成室がないということですね。独自にその業者が瓶詰めをしていただけるので、好きなタイミングで瓶詰めをすることが多いですね。次に度数設定が決まっていません。なのでカスクストレングスで販売することも多いです。ちなみにこちらの方ですと度数 49.6 ですね。えらくなんかですよね、まとまった度数ではないですね。次に一樽からの瓶詰めもあるので、そちらの方でいくと数に限りがあるリリースがあるので、ボトリング本数が少ない場合があります。4つ目はオフィシャルボトルでは販売していない蒸留所のウイスキーを見ることもあります。もともとシングルモルトウイスキーで販売をするというオフィシャル表記のやつもないやつも、こちらのボトラーズブランドで販売されることがあるので、なかなか興味深いボトルが出ることもありますね。ちょっとこちらの方のラベルに情報が書いてあるので、まずここはディステラード1992って書いてあるんですね。でボトルド2013で、その後の下にワンオブザボトル262って情報がぎっしりと書いてあるんですね、ラベルに。で、あとここに年数表記、21年ですね。このボトルにすごく心を打たれたとして、このウイスキーをいつも飲みたいと
思ったとしてもボトルの本数がこの数字だともしかしたら今日飲めても明日飲めない可能性もありますね。希少性があるので、まあ普段のこういったウイスキーよりはちょっと価格帯が高い設定のものも多いです。また希少なものも多いですし、カスクソインスの販売というのは比較的ちょっとお値段がいくことが多いので、その点では良ければの話で言ったバーとかこういった飲食店、業務店で飲んでいただくこともお勧めします。まあこれどちらも功を続けるものではなくて、どちらも素晴らしいウイスキーなんです。僕はいつもこの2つを比較して飲むということをすることもありますし、全く別物だと思って飲むことも多いです。やっぱりベンチマークとしてオフィシャルボトル、このアドベク10を飲んで、プラスマイナスの容量でこの蒸留所のポテンシャルとか個性を見ることもありますし、また味わいの方向性が違うことも多いので、そういった面でももうボトラーズブランドから見る目線とオフィシャルボトルから見る目線というのをいろいろな解釈をして楽しんでいくことがあります。まあこのオフィシャルボトルとボトラーズブランドの存在を知るだけでウイスキーの幅は広がると思いますね。ではこちらの2つをテイスティングして今日終わらせたいと思います。汲んでる瞬間からすごいスモーキーの香りがしますね。結構この辺り充満する、そんなタイプのウイスキーですね。ボトルのキュッキュいう音、なんか心惹かれますね。じゃあまずオフィシャルボトル、アウト天下。すごい、ヨード粉、ヨードチンキの香りってんですか、それと、土着の腐葉土の香り、その後からソルティでスモーキーの香りが追いかけてきますね。もう香りのオンパレードです、この中で。で、そこの下の方に若干酸味を帯びるような香りが届いてきますね。なんかそれが相まって、とてもミーティーな香りも出てきます。いただきます。ウイスキーはゆっくりと噛みしめて飲むんですね。うまい。でこちらの方ハンターレインのアードベックの21年です。全然タイプが違います。こちらの方は暖かい時に感じる干し草の香りですか、でこちらも用途スモーキーさはあるんですけど、すごくそよ風のようにふわっときながら後から強い風を感じますね。でリンゴのような爽やかさ、フルーティーさを感じます。なんか確実に古いんだぞっていう香りが後から来ますね。ではいただきます。静かに。全くタイプは違いますけど、両方ともうまいです。これはでもすごく長いですね。もう果てしなく先が見えないぐらい余韻がきます。そこにずっと陶酔していたくなるような感じを覚えるような味ですね。皆さんもよければ見かけたらぜひ飲んでみてください。ただスモーキーな個性はしっかりするので苦手な人は苦手かもしれませんが。では今日もご視聴ありがとうございました。